家で遊んでてもすぐお腹が空いてつらいよ。やっぱつれえわ。ごちそうさま。ちょっと食べ過ぎちゃったかも。これで夕飯が食べられず何か悪影響を及ぼしそうだね。ただいま。あ、お母さん帰ってきた。サラちゃん、遅くなってごめんね。すぐ晩ご飯の準備するからね。うん。食べられるかな。いただきます。どうしよう、さっきお菓子食べたばっかりだからお腹空いてないや。でもご飯残したらお母さんに怒られるし。あら、電話だわ。ごめんね、ちょっと部屋から離れるから。サラちゃんはご飯食べててね。この隙にお母さんは台所から出て行った。ラッキー、今のうちにご飯隠しちゃおう。空になったお菓子の袋に残ったご飯を全部入れた。で、お母さんこれで食べたと思い込むわけでしょ。そしてどうなるかだよね。どうかバレませんように。ポテチの袋と一緒に液晶テレビ捨てなきゃ。しばらくしてお母さんが戻ってきた。あら、もう全部食べたのね。うん、眠くならないの？あ、なんだか眠くなってきたかも。私もう寝るね。お母さんおやすみなさい。これ寝かさなきゃいけない理由があったってことだもんね。寝てる間に何をしているのか。晩ご飯を隠したことがバレるのではないかと思い、そのまま逃げるように寝た。正直に言うと、お母さんにバレたらどうしようという不安でそこまで眠くなかった。今日の晩ご飯、明日に食べたらバレないかな。でも、そしたらお腹壊すかな。やっぱりお母さんに謝ろうかな。そんなことを考えながら目をつぶっていた。しばらく時間が経って、ようやくうとうとしてきたその時だった。ドアの開く音がした。あれ？お母さんかな？眠かったので特に気にすることなく目を閉じたまま寝ていた。自分の顔に、誰かの手が触れる。まさかお母さん、サラちゃんを売ってる？大きくて、指が太くて、そのために寝かせてんのか、これもしかして。その手は、頬や口をベタベタ触ってきた。うわぁ、これ、ちょっと人によってはかなりきついんじゃないか。見てる人、あれ、無理しないでね。気持ち悪い感じが肌に伝わってくる。この自分の顔に触れる手は多分お母さんの手じゃないと思った。すると次は自分の服の中に手を入れてきた。驚いて思わず目を開ける。はるわ！そこには知らない男の人が私の上に覆いかぶさっていた。いや、怖くて声を出して抵抗した。動くな。だけど逃げることができずに、知らない人に強く頬を殴られた。痛いよ。泣き出しそうになったが、今度はお腹を強く殴られた。苦しくてうまく息ができない。痛い、苦しい、怖い。おい、こいつまだ眠ってねえじゃねえか。あら、やっぱりお薬の効きが悪かったのかしら。意識がぼーっとする中、お母さんの声が聞こえる。お母さん、助け。まあいいわ、必要なものはもらったし、その子は好きにしてちょうだい。え、なんで？お母さん、どこ行くの？その後、お母さんは戻ってくることはなかった。それから、知らない人に殴られて、踏まれて、脱がされて、潰されて、触れられて、押し付けられて、飲み込まされて。
フレッシュグッデイ。痛い、苦しい、お願い、誰か助け。知らない人のシチュー、一番嫌なの。いきなり火当てちゃったかもしれない。わあ、しばらくシチュー食べられなくなったらみんなごめんよ。ああ、こういう系？まあ、残酷表現あるとは書いてあったけども。でも、設定自体が変わるっていうから、シチュー以外を選んだら大きく変わるかもしれないから、おかわりって怖いな。今日の晩ご飯は。サラです。ちなみに おかわりだとこれどっからになるんだろう。ああ、なるほど、こっからになるんだ。白友好のハンバーグかオムライスか、他の2つも選ばざるを得ないが、ちょっと怖いぜ。大体はまず左から選んでいくんだろうけど、最初にシチュー選んじゃったから。オライムス、もしかして、オムライス。そうよ。サラちゃんはオムライスが大好きだもんね。うん、嬉しい。ケチャップで何か書いてもらいな。何がいいかな、万里の長城とか描いてもらおう。いただきまーす。サラちゃん、オムライス美味しい？うん、美味しいよ。さあ、1周目は薬を盛られてスヤリンコだったけど、設定自体が変わるらしいからね。ふふ、ありがとう。で、ごちそうさま。じゃあ夜遅いからお風呂入って寝ましょうか。お、スチールはあるんですか。うん、お風呂に入ってその後布団に入り眠った。残念。おやすみなさい。まだ特に何も起きないが、サラはお家の中で遊ぶのが好きだから、好きだから、お家でいい子にしてなくちゃ。これ調べる内容とかは特には変わって、あ、設定、なるほどね。最初はお母さんと二人だけで、でお父さんはいなくてっていうやつだったけど、前に水族館にお出かけした時に撮ったものらしい。これが設定が変わってるってことか。お母さんにはカーテンを開けないように言われてる。サラの白い肌が日焼けしないようにするためだって。ああ、紫外線にめちゃめちゃ弱い体質の。冷蔵庫にはカレンダーが。あの頃がすごく昔のように感じる。療養中なのかね。決定だ。ああ、それにしてもこのくだりもういいか。ポンポンポンしなきゃ。お水でお腹をいっぱいにしよう頑張るね。そしてここは開かないでしょ。ドアには鍵がかかってる。ここには入らないように言われてたっけ。で、調べられるとこが終わったはずなので、時間経過で、ほい、ただいま。あ、お母さん帰ってきた。サラちゃん、遅くなってごめんね。すぐ晩ご飯の準備するからね。うん。今日は何だろう。いただきます。今日もオムライスかな。ごちそうさま。ねえサラちゃん。え、どうしたの。実は今日サラちゃんにプレゼントがあるのよ。ほんと？やった！スチームデック？はい、どうぞ。今開けてもいい？もろちんいいわよ。わーい！なんだろう？ガサ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 、バサバサバリ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 。これって、お絵かきセット？そうよ。ピンクでキラキラしていて、とっても可愛いでしょ？これで大好きなお絵かきが
いっぱいできるわね。うん、そうだね。なんだろう、どこか喜んでなさげなのかな。お母さん、ありがとう。なんか、ありがとうって感じじゃなく、なんかお礼は言ってるけど、ちょっとシュンとしてるような感じが。じゃあ夜遅いから行かれく。うん。お風呂に入って、お風呂ですやーはダメだぞ。お母さんからのプレゼント大切にしなくちゃ。これはなんだろう、もう命が残り少ないってことなのかな。映っているのは妹とお父さんとお母さんの3人だ。自分は？あ、まだまだ、まだ過ごしちゃダメ。窓にはカーテンが閉められてある。自分は外で遊んでいたけど、妹はお家で遊ぶのが好きだった。ん？妹もいなくなっちゃったの？妹の可愛いぬいぐるみが置いてある。妹のだったの？お母さんは妹のために何でも買ってくれた。え？視点が違うってことかな、このモノローグと。サラちゃんは、サラちゃんが妹？ドアには鍵がかかっている。ここは入っちゃダメなんだよね。そもそも鍵がかかってて入れないけど。キッティーン。お腹すいた。次は何？お湯で？でも勝手に食べたら怒られるし。我慢しよ。他はない。冷蔵庫は？最後に家族が遊びに出かけたのが、確か1年前だ。これどっちかはいなくなってるってことかな。テレビを見て時間を過ごした。ただいま。あ、マミー、帰宅。サラちゃん、遅くなってごめんね。すぐ晩ご飯の準備するからね。うん。この点点点がどうも、なんか物悲しさを。いただきます。どうしたサラ、もう、体力が、体力というか、命力が？ねえ、お母さん。どうしたのサラちゃん。どうしていつもご飯少ししかないの？家で遊んでてもすぐお腹が空いてつらいよ。やっぱつれえわ。あら、そうなの？でもご飯は食べ過ぎない方がいいわよ。なんだろう、嫌がらせとかじゃなく、そうしなくちゃいけない理由系かな。サラちゃんには今のまま小さくて可愛い姿でいてほしいのよ。でもお母さん、僕は、僕？今なんて言ったの？あ、ごめんなさい。ごめんなさい。お母さんごめんなさい。なんだ、ごめんなさい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 。はぁ、はぁ、そういうこと。わぁ。ちょっと全然展開違うじゃないですか、これ。シチューの、そういう胸クソホラー系多いのかなと思ったけど、全然違うじゃん、これ。そうよね。なんでもないわよね。ごちそうさま。じゃあ夜遅いからお風呂に入って寝ましょうか。うん。お風呂に入ってその後、布団に入ってその後、お風呂で眠った。そして運命の4日目。また BGM がこれか。お母さんが妹のために買ったぬいぐるみ、つまり妹として妹でなきゃ いけないと。自分のおもちゃは一個もなかった。ここに映ってるのも妹ではなく妹かっこってことですもんね。家族が遊びに行くときは自分はいつもお留守番だった。お留守番、まあ存在としてはね、概念とでも言うか。妹が泣いてたらお兄ちゃんのせいだっていつもお母さんに怒られていた。でもどのパターンだろうな、いなくなっちゃってそういう妹にさせられてるのか、元からそうさせられてるのか。それが嫌で自分はいつも外で遊んでいた。家には居場所がなかった。カレンダー、確か1年前に妹とお母さんとお父さんが遊びに行って、それからキッチン、
さら、はてな。どういうこと？本当はオムライスより、スパゲッティが好きなんだよね。でもお母さんの前では、一番大好きなのは、オムライスって言わなきゃ。また折檻されるのか。ん？ドアには鍵がかかってない。今なら中に入ることができるみたいだ。中に入ります。また書類を見つけちゃうのかな。恐る恐る中に入った。初めて入る部屋の周りを見渡してみる。壁沿いには本棚が置いてあり、部屋の真ん中には机があった。本だ。机の上にはアルバムが置いてあった。家族の写真が載っている。で、自分はいなくていつも妹ばかり。みたいな。ああ、これパターンか。最初からではなかったね。僕には妹がいた。妹の名前はサラ。